はい、どうもこんにちは。ゴブドリとかゴレに隠れてるけど、スパーキーも同等。はい、ということでね、今回も動画撮っていくんですけども、今回ですね、こちらのロイヤル大会が来てるので、こちらね、やっていきたいと思います。で、まだ0勝なんでね、負けるまでやっていきたいと思います。で、その前に、こちらのね、このゴレ戦めっちゃ防衛うまくいったんで、これをね、4倍速で見ていって、そっからスタートしていこうかなって思います。なので、まあ見たくない、これ別に興味ないって人は、ちょっとね、飛ばしていただけたら、ロイヤル大会から始まると思うんでね、よろしくお願いします。いや、これマジうまくいったよね。もうみんなにね、絶対見てほしいと思った。で、ここ雪打って2発入れて、で、こう美味しいですね。で、ここね、こうやって、これね、あんま良くないかなと思ったんだけど、まあ、防衛できるっしょって思ってね。ここをね、耐えるんよね。アイゴレをね、回すのが大事ですね。で、ここ耐えて、で、もう後がやばいんでね。ここ一旦受けですね。ここで攻めしたら終わってたんで、で、攻め取るね、絶対来るから、ボムタワーとマスケ2周目をね、回すように、イメージして、で、左共有できるから、ってな感じで、こんな感じでうまく守れて、で、ライドラキッドの逆サイ。で、こうやって攻めてあげるとね、そう、相手も攻めれないんで、みたいな感じですね。これ結構うまくいった。ってな感じで、やっていこう。ボンバルですね。もちろん。よし、行こう。負けるまでだから、まあ、速攻終わる可能性はまあもちろんあるんですけど、まあまあまあ、ある程度はいけると信じてる、俺は。10は行きたい、さすがにね。初手バルーン行っちゃう？初戦だし。とかね、甘えた考え良くない。で、そう、昨日ね、コメントで、挨拶控えめですねって言われたから、ちょっと今日は、かましてはないけど、そこまで。まあでもまあ、はい。スパーキー使いの人、ごめんなさい。まあ見てる人いないでしょ、スパーキー使いで。いや、スパーキー実は、だいぶ壊れですよ、あれ。みんな知ってる？あれ。みんな気づいてる？だいぶやばいからね。で、BGM でちょっと今日ね、長めということで、長めかわかんないんだけど、1時間のね、メドレーにしました。まあだからこれが全部終わった頃に、はい、そうですね。うん、ちょうど終わりかな、みたいな。いや、そう、スパーキーやばいからね、あれ。みんななんかね、ダメだよ、騙されたら。だいぶ壊れデッキですよ、あれ。壊れカードですよ、あんなの。やばい、これ。いやー、どうなんだろうね。でもなんか、叩かれる気はしなくもない。スパーキー使いちょっと怖いからね。さあさあさあ、ここは。まあ、雪玉でもよかったかもしれないけど、一応ディガーでね、完璧に守っていく。なるほど。これ、ルーツ強制したら釣れないから、こっから出すか。さあ、ファルチェ。相手ファルチェとネクロとテスラだから、そんなにね、硬くないっすね。テスラ先置きしてくれてるから、入んないか。うわ、これちょっとだるいね。ファルチが来るんですけど、マスキがね、強いと。オッケー。これ、金魚できる？できるわけないよね。さあ、ちょっと残ったんで、ここつけて、これで。で、ネクロ咲くと思うんで、よいしょって感じですね。これで相手はきついでしょ。で、こっちにネクロか。あー、オッケーオッケーオッケー。そうですね。できればクラウン欲しいから、って思うんですけど、ボムバルってね、どうしてもクラウン稼げるデッキではないから、まあ普通に勝てばいいかな。ただ相手諦めたくさい。来た！これでかいね。こういうね、諦めてくれ。諦めてもらおう。え？え？電波ただの。いや、ちょっと怖いから、一応守るっていうね。まあ落とされてもいいけど、あんま落とされたところで意味ないからね。まあ相手に1クラウンあげるだけになっちゃうんで、ここはしっかり守っていくと。性格があんまりよろしくないということで、よし。まず初戦はね。OK。あと1日と6時間しかない。やばいね。で、サバアカも何もやってないんだよ。全部の赤今回で今0勝なんでね。マジでやばいよね。ちょっと、やらないとって感じなんだけど。アイスピ来たからガチャリ行こうかな。おっと。これ2億かな？うん。
タイミングを見て殴る瞬間に打って、これで一発入っちゃう、入ったー入っちゃうか。まあまあまあ、マスケプラス池田もね、確か完封できるよね。どうなんだっけな、確かできたはず。ただタイミングがめちゃめちゃむずい。これ相手ファイブ切ったんで、バルンディが行っちゃっていいね。で、マスケプラスの高めの大砲かな。あー、その位置なら美味しい。よいしょ。いや、雪ラム打てば入るけど、まあまあまあ、でも、OK ですね。ここで、まあ、ボムタワー構えといて、OK。うわ、そんな来る。えぐ、先行してるし。あ、コロコロが当たんなかった。まあいいや。OK。危ねえ。打っときてたら危なかったね。で、ここで、無理やり回してくるかな。まあ、一旦マスケから入ろう。で、逆サイ無理やり回してきたらウッドまでおそらく来るから、スケルトンは遅れて出すかな。OK、OK、OK。ファイブ切った。で、これぐらい入っていこう。と思ってるからね、これディガーつけていいかな。OK。これなんか相手ミスってるから、これでいこう。OK、OK。で、ここは、ウッド読まれるのちょっと怖いから、外れてね、端っこらへん、端っこ、うん、外して、スケルトン出す。あー、めっちゃ入ったな。めっちゃ入っちゃったな。でも俺もめっちゃ入ってますね。まあ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 、ちょっとスケルトンミスったな。あれ、樽でよかったかな。うん、樽でよかったね、普通に。オッケーオッケー、ファイブ切ったから。さあさあさあ、まあ右はもうほぼ大砲、大砲じゃねえ、ディガーで落とせるから、これで、よいしょ。スケルトン来たらめんどくさいから。オッケー、いいですね。スケ切ったから、あいこれか。おっと。まさかの守ってきてるね。ガチか。これちょっと怖いな。守られたらめんどくさいんで、行っちゃおう。なんかファイブ来るね、絶対に。ただこれ大砲じゃなくて、ボムターがね、強いから、突破されないって感じで。さあ、勝ちかな。いや、これはもう一個クラン行きたいな。無理かな。いや、厳しいか。あ、厳しいですね。いや、ワンチャンマスケが削る、頼む。いけいけ、頼む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 。オッケー、ナイスナイスナイス。でかいでかいでかい。これでかい。よし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 。まあまあまあ、26はね。26は相性はね、わかんない。正直、本当に何とも言えない。相手が上手かったら負けるから。いや、なんか久々だな、この負けるまでシリーズ。前、ちょくちょくやってて、最高が何勝だっけな、16ぐらいいったっけ、そんな言ってないっけ、俺。あ、動画外だったら20勝無敗までいったこととかはね、あるんだけど、この動画撮ってる時は最高が10ちょいだった気がするな。どうだっけ、忘れちゃったな。まあ、マジ、グロタイは運もあるからね、正直。まあ、PS ももちろんあるんですけどね。さあ、相手、うわ、プリンちゃんやば。ノールックでこっち飛ばしてきた。そう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 、相手のデッキやばいね。ファンキーですね。まあ、あれ、本当にね。なんだろう、初心者の方っていうか、今みたいに両サイドいきなりバーってきたら焦るよね。俺はもう、めちゃめちゃやってるから、クラドは慣れてるけど、クラドは始めたばっかとかさ、の人は、あんな攻め方されたら超焦りますよね。さあ、これは、マスケが？あ、そっちじゃないな。どうしようかな、これ。むずいね。オッケーオッケーオッケー、それ来てくれるの美味しいね。オッケー、ザップそっち切ったら、多分入んないでしょ。一発入る。オッケーオッケーオッケー。強いね、ボムター強いね。ボムター強いっていう日が来るとは思わなかったけど。これ2倍入るし、相手が、対空わかんない。相手の対空わかんないから。あー、なるほどね。じゃあこれこうだな。おい、ガゴン持ってんのか。オッケーオッケー。
ハシプリかな、くんのが。オッケー。で、ここで逆サイですね、僕は。アイゴレじゃなくて、バルキリーか、ランバー切るから、オッケー。で、ここで、なるほど。で、インフェか。インフェ間に合わないの、これ。どうくんだ。うまい。そこで来るのはちょっとうまいね。よいしょ。ちょっとミスった。待って、削りすぎ。そんな入るとは思わなかった。これ延命される？うわー、やばいね、これ。怖いっすね。ただ相手が、まだ回ってないから、これで。オッケー、危ねー。いや、危ないね。怖いっすね。こういうデッキが一番怖いからね。右落とせてなかったら、ちょっと危ないね、本当に。とりあえず3勝目。最近クラロワ結構ブーム来てません？どうなんだろう。なんか、プロの人とかが結構やってる、プロじゃねえや、何？すごい人たち。水谷さんとか。で、水谷さんが、オリンピックの試合前に、クラロワインしてたみたいな。とかね、結構ね、有名な方がやってるから、ひろゆきさんとかね。いや、すごいよね、マジで。あとはブライアンさんがやっぱり、でかいよね。すげえ、マジか。一発入るかい、今の。うわ、やばいな、これ。マジか。デッキがわかんないね。ロケットプラスのミニペ、ロケミニペ、ウィザード、メガゴ、ナイト、レイジ、あと2枚ですね。攻めカードあるのかな？これ何、攻めカードない気がする。こういう人って大体攻めカードあんま持ってないから。で、ここミニペ来たら嫌なんで、アイゴレ入って、メガゴ切ったら逆サイ行きたいね。何切る？メガゴ？うわ、ペックか。あと1枚ですね、じゃあ。攻めカードあったらやばいけど、これでも、ボムタワー無双する気がするな。いや、これマジ、ウィザード怖すぎ。レイジウィザードで1500まで削られてるからね。バカにできないね。でも左もなんかミニピッパス入っちゃったのか、そっか。一回行こう。ロケットかメガゴなんで、メガゴかな？オッケーオッケーオッケー。ロケットまで撃つかないで。撃ちそうだね。撃たね。オッケー、一発入ってでかい。これこっちにロケット来たら美味しいですね。来るかな？来ないか。じゃあこう行こう。で、ウィザードを潰したい。うわぁ、マジか、切るか。じゃあロケット防衛か。ならディガー裏でよかったな。あ、オッケー、打ってくれるなら美味しい。メガ送る。オッケー、でかい。いや、これスケで囲みたいな。これ雪玉だね、さすがに。オッケー。こうだな。さあ、相手守りづらいんじゃないですか。ロケかな。あ、オッケー、それなら一発入るんじゃない。よし、でかい。じじですね。よし。危ねえ。いや、ガチ怖かった。最初マジ怖いね。こういう時一番怖い。マジで怖い。ペッカじゃなくて、バルーンとかだったら、ちょっとマジでやばいね。初見殺しデッキはやっぱ強いよ。こういう BO1、大会とか、初見殺しデッキマジ強いからね。サディが入っていく。おっと、出たー。時差式で出してくるタイプね。どうしよっかな、じゃあ。うわ、いぐ、すげえ位置に打つじゃん、しかも。位置やばいって、普通に。うわー、やばい。ガチか。うわぁ、初手かまされた。えげつねぇ。超ダメージもらってるやないかい。やばいな、これ。痛すぎた。な。
やばいやばい、終わっちゃう、この動画終わっちゃう。早いってさすがに。いや、行こう、一回行こう。いや、インフェかな、インフェっぽいな、ちょっと。小屋か。これ、スケ追加して。ねえ、これでもな、突破できないけど、雪玉打って、後衛処理って感じですね。残ってたらどうせユニット使わなきゃいけないから。いや、とはいえ、これやばいな。結構きついね。インドラフリーズベビー。やばいな、これ。これ結構きついぞ、マジで。いや、同祭は行きたくないな、絶対に。フリーズって分かったから、ボムタワーで守れますね。あ、これ行こう。これ行こう。対空ないでしょ。まあ、このスケルトン1匹がめっちゃうざいから、ディガー飛ばせないんだけど。ここでディガー行っていい気がする。スケラ打ってくるから。やらないか、オッケーオッケー。あと遅れたかも。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 危ない。オッケーオッケーオッケー。いやー、まあダメ。あとは追いついた。けど、これがやばいね。これもう一個上かな。多分この位置で完封できるはず。頼む。頼む。オッケーオッケー。完封できますね、ここで。で、削られてるから、こっちから出して、ここへ目。オッケー。オッケー、それ切ったらもうこっちぶっぱでいいね。で、マスケ回して、あとこれ雪ラムった方がいい、絶対。オッケー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 。来てる来てる来てる。めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。これマスケ最強じゃね？マスケ最強じゃね？フリーズだから相手。これスケラ打ってくるかな？打ってきそうだよね。撃たれたくないから攻めちゃおう。オッケー、危ねえ、マジ危ねえ。これマジ怖かった。本当に怖い。本当に怖い。負けたかと思った、最初。スリクラ生きてー。生きるし、これ。二重子プラスのバルーンプラスのいろいろで。来た、オッケー。いやー、よく勝ったな。今の危なかったね。初手がマジ怖いからね、ああいうのは。本当にどうしようもないからね、初手は。もう初手これも一緒なんだけどさ、初手これされた時にこっち手札終わってたら、まあ、結構やばいからね、本当に。さあ、バルーン。いや、どうしよっかな。ディガ、アイゴレ。ディガネーバー。アイゴレ入ろう。ボムスケ、マスケ。いやー、ナイト後ろから来るとな、ちょっと。嫌な予感はしなくもないんだけど、ロケットとか来るかな、ファイブかな。墓石、ナイト墓石。うん、ラバかな。一旦行こう、逆サイ。ラバか、スケラーっぽいね。これでわかるかな。一個対空で、うぅー。オーマイガー。取るね。やべえ、これマジで。よいしょ。うわ、アイスウィズいい位置止まってるわ。やってるね。ナイトか。いや、ボムを置くべきだったかな。いやー、好きな、マジか。やばいな、これ。なんできついのばっか来るんだよ。まあ、なんとか耐えたかな。いやー、ポイズンか。いやー、マジか。やばい、負ける。相性悪いの。やばいって、これは相性悪いって、普通に。どうしよっかな。まあ、ケツバルーンするしかないんだよな。ウッドかよ。ポイズンウッドか。ケツバルーンして。いやー、これガチきつい。やばい、負けちゃうな。やだな、負けたくないな。これさ、あーそっか、これやばくね、俺。ちょ待って、これバカきついよ。やばい、負ける、マジで負けるな。普通に負けますね。いや、施設がね、墓石がマジできついんだよね。墓石ってさ、こいつコスト3コストでさ、やばいよな。地味にきついんだよね。
待って、落ち着け落ち着け。でもタルプラスのスケラっていう攻めが相手できないから、そこはね、でかい。倒せ。残るか。これボムタワー置くしかないな。逆サイ来るかな。いや、ケツバルンして、ここ。いや、ここめっちゃケツバルンしたいな。来るかな、こっち。いや、ウッド削りされてる。一旦行こう。一旦ここはケツバルンだな。で、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 落ち着け。落ち着け、俺。こっちやってね、それ。オッケーオッケー、やってるやってる、絶対やってる、絶対やってる、絶対やってる。やばい、俺もやってるな。来ないって、マジ？ガチか。あ、だめ、なんで来なかったんだ、今。ガチで？来ないの？でもこれ取れなきってんね、今。見せてる見せてる。取れなきってねえじゃん。落ち着け落ち着け落ち着け。いや、バルーンタケ取りのディガー削り行こう。でマスケ出して、で墓石来るから取れねえか。オーケーオーケー、取れ見せてる。来た。オブねえオブねえ、よかった。取れねえ、めっちゃ見せてくれた相手。ガチ危ねえ危ねえ。まあ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 、まあ、勝ちは勝ち。いや、ガチ危ねえ。ね、あれですね、あの一回右刺さったのは相手のトルネのミスだけど、左にバルーン一発させたのは、まあああいう立ち回りが理想ですね。まあでもあのままカウンターもらっちゃう可能性が高いから、あんま良くないのかもしれない。これ行こう。リガーあったら最高だったけど、まあロケ打たれてもカウンターにね、つながってるだけだから。ここ無理か。いや、読まれそう。ザップとかやめて。オッケーオッケーオッケー。オッケー。なるほどね。コウモリだったら、まあ、英語でバルーンとか雪の丸とか突破できるから。これで何来るか。アウトロー。おぉ。これはまあ逆サイズっていこう。うわ、今の危ねえ、マジで。ガチ負けたかと思った。本当に。いや、10は行きたい。最低ラインね。最低ラインで10ね。うわ、えぐい。なるほどね。いや、これマジで難しいところなんですけど。ちょっとミスったね。本当は緊急のしたかったんだけど、バレルミスっちゃったから、スケルトンをね、余分に出しちゃったっていう。でも相手対空切って、これワンチャンロイジャーいるな。あんま攻めすぎたくないね。ロイジャーの可能性がある。その端プリはうまい。端プリじゃない。え、端プリか。プリンいっぱいいるな。いや、スケルトンでいけるかな。相手読まれるからね。ちょっとでも当たってくれれば OK。 これでね、処理できるから美味しいんですよ。バレル来るかな。これ裏ですね。これ雪のまま回るから、うわ、吹きやか。やっぱこれじゃあれだな、ロイジャーいるな多分。こんなに攻めていいのか俺。これで一番嫌なのが左の端前プリン。いや、これ吹きは許容だな。やっぱいるよね。いやー、やっぱそうだよな。これがマジできついんですよ。こうなっちゃったらマジでちょっときつくて。いや、このデッキさ、たまに当たるんだけど結構負けちゃうんだよね。相性ね、悪くないんだよ絶対に。悪くないと思うんだけど、なんか苦手ですね、個人的に。
あのね、吹き矢がね、マジで、きついんよね。これ言っていいな。スケベでしょ？で、コウモリでしょ？ OK、GG。あぶねー。そう、これねー。いや、やっぱロイジャーいるよね。そう、だからあんま攻めすぎたら、さっきみたいにぐちゃぐちゃになっちゃうから、攻めすぎちゃダメなんだよね。これマジで難しい、このアイテムデッキと戦うときは。おそらく、そう、受けから入ってマジカウンター、カウンターすれば相手対空強いわけじゃないから、カウンターでいけるんだけど、立ち回りを知らないと、もうね、ぐちゃぐちゃになりますね、本当に。さあ、ファイブ切ったからここ行っちゃうよ、俺。もうがっつり行くよ。ドリルかなと思ったけど、違うか。いや、このマスケね。このマスケがね、やばいよね。超削るからね。さあ、一発？やっぱドリルか。つけてカバーして。オッケー。お、ドア入んなよ。オッケーオッケーオッケー。よし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 。初ドリルですね。7勝目、8勝目にして初めてドリルと。エレシャイとか多いと思ったけど当たんないね。まあ、5持ちだったからこれマスケでいいね。ロケ5か。珍しいデッキだね。タルはあんま使いたくないっていうのと、ここはまあ5プラスのあれで処理してきそうだから、そうですね。こここうでいいな。ファルチ切るでしょ、OK。ああ、マスケが。あ、テスラもあんのか。なるほどね。じゃあこれ、最初一発入れてたのめっちゃでかいね。これ、ゴミ相性すぎるな。普通にやばいね。一発でかいな、最初入った。一応打とうか。そうだね。別にまあ、アド取られてないから。でここはアイゴレプラスの、タルで完璧できるから、この後ろマジで美味しい。あの、後ろって超美味しいんですよ。ゴブリンが後ろから遠回りしてきてくれるから、あとそれやばい。で、ダックプリか？あー、ガチか、そういう感じか。これちょっとやばいね。これまずいな。これまずいね。普通に負ける可能性出てきたな。オッケー、ファイブ切った。ここで。いやー、ロケコ勝利と思ったけど、ディガー削りだな、ここは。いやー、うまい、そのトレーナーうまい。そうだな、ここで。いや、そっか。うわ、ガチか。ガチか。なるほどね。ちょっと待って、きついな。ただ、対空ない、対空じゃ、陸行きないでしょ、相手。ファルチぐらい。取れね。オッケーオッケー、ディガー削ったのでかいね。ここで俺もディガー削り行こう。あぶね。ちょっと待って、ミスってるミスってるミスってる。やばい。あぶねー、ガチあぶねー。今ちょっと樽ミスって終わったかと思った。あれねー、ドリルに竹いってない時に樽早く出しちゃうと、マジで樽の意味なくなっちゃうんだよね。そう、ゴブリンがめちゃめちゃ残って超削られるから、あのタイミングめっちゃむずいね。うわー、危なかった、今の。いや、にしてもあれはきつすぎるな。さすがにちょっと厳しい。相性がきつすぎる。なんかきつめのデッキにしか当たってなくね。あの変なデッキ除いて。
ラバかな。まあでもこれは一旦逆サイですね。縦線とベビードラキって、まあ美味しいっちゃ美味しいから。うわー、これやべえ。これやばいな。左対応するか。で、釣っていこう。バルーン来たら、もううまい。相手がうまい、それは。うん、相手がうまい。いや、これマスケだな。ボムタワーだと思ったけど、ボムタワー弱すぎるから、フリーズか。しゃーなし、これは。落ちますね。いや、これはね、相手がうまい。その攻めはね、うまい。両サイド刺していきたい。あー、リガ消えちゃったか。オッケーオッケー、ギャゴサイター。オッケー、いいダメージ入ったね。ランバルか。これは許容ですね。痛いけど。いや、痛えな。結構削りますね。単体でいこうか。ランバル来る可能性がちょっとある。ああ、まあこれはフリーズ防衛されるかな。フリーズ防衛されたら相手の攻め通らないから。おっと？オッケーオッケーオッケー。めっちゃ切ってる。超でかい。これマジででかい。超美味しい。これアイゴレつけて、手前にランバー咲かせて、ディガーで削るって感じで。うわ、ガチかよ。それやべえな。うわ、待って、マジか、マジか、マジか。ペッカかよ。ペッカバルーンか、これ。やばいな。うわ、ガチやべえぞ、これ。これ来るかな。うん、ディガー削り行こう。いや、待って。これやばいな。一回攻めないとまずい。オッケーオッケー。動き切った。いや、待って。待って。なんかミスった。まあいいや、一発ならいいや。フリーズ切ったよね、今。え、フリーズ切ったよね、相手。頼むよ。切ってあって。切ってあってくれ。切ってあってくれ。やばい。攻められたらやばい。一旦逆行こう。一旦逆行って、お前。よしよしよし。OK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  これ共有できる。でバルーン来たらこの辺で釣っていきたいね。いやマジこれは時間稼ぎ。 OKOKOK 耐えた。ペッカ切る。うわ、待って、めっちゃ削るじゃん。OKOKOK。落ち着け、落ち着け、落ち着け。勝てるぞ。これは勝てる、これは勝てる。絶対勝てる、絶対勝てる。OK、来たでしょ、これ。これ来たべ。相手きついでしょ。体変えて。よいしょ、ジジイ、危ねえ。よし、オッケー。怖え、ガチ怖え。よし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 。これ勝った、危なー。ガチ負けるかも。さっきから、ヒヤヒヤする試合ばっかしてるわ。余裕持って勝ててない。イモられたらやばかったね。相手が上手い方だったら負けてましたね。ペッカで無理やり守ってきたり、エリクサー無理やり使ってくれたから助かったけど。うわー、ダクネプラスのプリンちゃんはやばい。何このゴレクロシュこのゴレクロシュやめてくんね、相手。マスキ一発。あー、最強。マジで最強。これで処理できるからね。美味しいね。いく。やば。マジか。
いや、超痛いじゃん。うん、ギリ切った。これアイゴレで釣ってってバルーン繋げてもいいかもしれないですね。あれ釣れてない全然。まあバルーン行こう。ベビー切るでしょ。でこれで、あー、マスケずれた。左が良かったな。ここ左に出せばこのベビーもね守れたから、もったいないね。で相手ミラーだから、生き玉で最初のバレル守って次タレで守りたいね。あー来ないか。ハシプリワンチャンくれ。いやこれ言っていいな、対空が相手強くない気がする。うん、オッケーオッケーオッケー。やべえな、必死の防衛。まあ言うてそこまで削られないでしょ。ああそういう感じかよ、なるほどね。あなるほどね、これちょっとまずいな。何がやばいって、ベビーがやばい。待ってこれやばいな。オッケー、よかった。今、ミラーバレル来たら終わってた、多分。相手が、ボンバー咲いてくれたから、ミラーバレルできなくなったね。ここ行こう。攻めて、相手に攻めさせない。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。うわ、ガチか。もったいね、それは。ここバルーン行ってもいいな、多分。うん、行こう、ここ行こう。相手もちゃんと警戒してるね。あ、うまいな。ガチか。対応されるね。いやー、まずいな。なんかもう一個クローンとかあったら結構やばいよ、これ。怖いよ、普通に。でもバレルだからクローンはねえな。あ、これ裏っすね。裏だからスケルトンこの辺だぞ。危な、なんかタゲやばいって。オッケーオッケーオッケー、これはタレでいける。でそうだな、ここ一旦ねこうしよう。メガナイトかな、メガナイトだねこれ。エレキか。いやー、エレキったけど相手がなんか攻めさせてくんないね。うまいっすね、これ絶対使い慣れてんだ、このデッキを。オッケー、これ勝ったね。オッケー、このマスケがね、相手はしんどいと。よし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 、危ねえ、怖かったー。よし、オッケー。いやー、さっきからギリギリの試合が繰り広げられておりますが、これ動画撮れてなかったらどうしようって今更ね、思った。なんでそっちの画面行ったの今、怖いって。さあ、10勝、とりあえずノルマ達成ですね。え、撮れてるよな。オッケーオッケーオッケー。何分ぐらい？あ、もう39分か。結構撮ってるね。さあ行こう。サディが行って、ナイトか、またか。ちょっと嫌な予感しかしないんだよな、ナイトは。本当にチェーンクロスはまあ最近いないから。うわー、ガゴか、ガゴ多くね、なんか。ガゴホグは懐かしいですね。インフェかな、ロケットかな。もっとナイトにバルキリも入ってると。あー、変なデッキだ。よし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 。いや、2発あいの強いな、マジで。
こう一発も入れないようにね、雪玉まで使うと。怖いのがガゴホグフリーズとかあったら、ちょっとまあ若干怖いけど、まあ大丈夫でしょう。まあ2階行こうか。うわマジすげえな。絶対に合わせちゃダメっていうカードいっぱい入ってない？ナイト、ペッカ、バルキリー。ゴリゴリのゴリですね。取るね。えぐいな。これ、タル行こう。タル行ってから、あい、これですね。釣れなかったら怖いんで。これで確実に釣れるんでね。いやー、これさー、これでいいかな、俺。待って、ガゴ切ったら。うわ、やば、マジか。おしゃれすぎん、そのトルネは。さあ、ただ雪山を切らせられてしまったので、あんまり来たくない。そうだよね、ペック消されるから。まあでもこれはディガが削ってくれる。これマジアチ無視だね、さすがに。対応したら終わりそう。トルネ回したか、ガチか、怖え。これマジかよ、なんだこの人。オッケー、危ねえ、マジ怖すぎやろこのな。なんだよこのデッキ。さあこれはバルキリーかないと切ってくるから、オッケー、これも勝ちでしょ。ガゴ切って、ただバッカーが入るからトレネもギリギリ間に合うか。あ、ザップか。でもこれで生きようとして勝ちですね。よし、危ない、 GG。 いや、まだ変なデッキいますね。テンプレというテンプレが全然来ない。よし、11勝。鳥柄、日本人来たー。日本人嫌なんだよねー。なんでかっていうと、うまいから。日本人は本当にうまい人が多い。さあ、ゴースト。三種ですね。エリババちゃん来るかな、ここで。なるほど。ずれた、最悪。痛い。あー、しかもこれずれた、最悪。間に合わない、ディガーが。ちょっと喉すいませんね。確実に守ろう、ここはボムタワーで。まあちょっと怖いのが言うのぐらいなんですけど、うん、オッケー、樽だね、言うの来たら。三者相手はね、2倍前にポンポン置いてくれたら、まあほぼいけるかな。こんな感じでやれば相手止まんないしね、ポンプも壊せちゃうんで。これまだ取ってるな、一丁。さあ、オッケーオッケーオッケー、固めだし、アド取ってなかったですね、すいません。あら、全然取ってなかったね、多分。よいしょ。そうね、本当になんか、ヒースピだけ気をつければ、うん、大丈夫かな。ヒースピが本当に暴れたら、まあ、大変なことになっちゃうと。でも、ちゃんと樽を構えといて、来てから出せば、まあ、問題なくいきますよって感じですね。いや、ぶっちゃけ攻めてもあんま、攻めなくてもいいんですけど、まあ攻めちゃおうってことでいっちゃいましょう。さあ、一発も入らないよねって感じで。これも左はある程度まあ無視できるっちゃできるけど、まあ一応対応するか。あ、ヒースピがこんな感じでね、ずれたら大変なことになると。これちょっとね、やばいですね、エレキサーが。あ、やばいですね、やばいですね。よいしょ。まあちょっとミスったんですけど、
まあなんとかなってるから勝ちですね。これはもう時間的にも勝ちかな。よし、オッケー。まあ俺はこっち出すね。ボムタワーは怖いんでね。エリババの方が怖い。サンズーシより。雪山から対応できる。エリババマジ入っちゃったらまずいことになるから、意味わかんないぐらい削ってくるから。32勝とりあえずこれで。ああ、ミスった。今なんだっけ、レアん、いや違うな、ドリル欲しいっすね。オーマイガー。これでノー、あの無料でもらえる報酬は全部クリアゲットしたかな。まあこっからっすね。スケセパか。でもスケルトンセパレートあんましたくないよね。マジアチャが、あ、じゃあマザネクがやっぱちょっと流行ってるから。マジア、マザネクがね、本当にスケルトンセパしただけで、はしまい出されただけで豚2匹作られちゃって、うわーってなるから。これ、あれだね。ドリル来たね、多分。いやー待ってよ。エレジャイか？エレジャイ説出てきたな。一回行こうか。オリかインドラか。あー、エレジャイですね。やっぱこの辺からテンプレか。テンプレ出てきますね。ライト来るかな？慣れてきたら速攻でアイゴレ出さないと間に合わないですね。あ、ここ来ない。え、ダックプリ切って、回ってない、回ってるかな。まあまあまあ、でもこれ、どうせ何かしら咲くから。あ、これで回ったね。オッケー。はい、これで釣っていって、樽で防衛しつつバルーンつなげてもいいかな。って思います。こんな感じで、マジアチをね。わあ、マジか。マザニク処理しようと思ったんだけど、これライト打たれるね。でもライトだけだと入りますね。トレネマ使う？さあ使う。雪打てば入ったかな。ちょっと早かったかも。完封できないな、これじゃ。うんですね。エレジャイ来る。さあ来ない。まあ俺が雪の間使ってるから、うわー、そこに出して、そっか、釣れちゃうか。俺の位置が下手だったね。ここで怖いのが、青木ゲー、ハシマエレジャイがマジで怖かった、今。OK、完璧。で、インドラ来て、お、取れね？いや、インドラだよね。さあ、一発入れていくと。で、ディガー削りしてて、ジジ、OK、いいっすね。エレジャイを出させない立ち回りと。たまたまかもしれないけど、まあ相手からしたらマスケうざったいからね、本当に。いいね、いいね。エレジャイだよね、さすがにね。さすがにですね。さあ13勝。15、そうだね。まあ、いければ20行きたいっすね。でも体力、ああ、これ近いかも。入る？オッケーオッケー、危ねえ。さあ、ボンバー。ボンバー多いな。本当に多いな。2コストですからね、このカード。結構強いよね。ああ、これね、やばい。トレネ持ちのドリルだ、多分。ユーの入りのデッキね。待って、すいません。ユーノが入ってるドリル、最近トルネ持ちなんだよね。これ一回紹介行こう。で、回転早いんよ。だから、マジできついんだけど。とか言ってトルネなかったらだ。まあ、なかったらハッピーですからね。はい。
ないな、これ。これ多分、有能切るんで、で、5まで使わせたいね。OK、OK、OK。5だけだとバルーン止まんないから、多分もう一個テスラ咲くかな。咲かない。OK、一発入るね。よしよしよし。ドルネはなさそうですね。はい。まあ、ドリルには間違いないでしょう。OK。ダクプリ U の5を、テスラ、あ、来たね。これ、ここに置こう。いや、待って、削りすぎでしょ。ガチか、そんな削るか。マジ強いな。やばすぎやろ、これ。いや、いい攻めだけどな。相手ちゃんとカバーしてきましたね。OK。いや、ガチか。これきついな。うまいね。細胞、いやー、マジでやめてほしい。マジきついじゃん、こんなの。やばいやばいやばい。あんなダメあの取ってたのに。もういじめじゃん。こんなんマジでダメだって。おい、うめえ、うめえ。こんなカード作んなって。ダメだよ。バカみたいに強いじゃねえか。なんだよ、このカード。ぶっ壊れすぎだよ。待ってよ、これいけるぞ。待って、早い。あ、早くない、早くなかった。はい、次次次次。いや、ダメだ、ダックプリ行けなきゃいけない。なんでそんな攻めてくんの。守って、ファイブだけ守れんのか。嘘やん、勘違いよ、これマジきつい。ちょっと待って、きつすぎる、きつすぎる。明らかにきつい、これは明らかにおかしい。マジできつすぎる。テスラやろ。やべ、ミスった。うわ、ガチやばい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 。耐えて耐えて、頼む頼むから耐えて、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 耐えて、お願いお願いお願い、お願いだから耐えて、お願いだから耐えて、耐えてる耐えてる耐えてるけど耐えてないな、これ。やばい、負ける、マジ負けるって。やだって、負けたくないって俺。もういけ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 、もう無限バルーン、無限バルーンだ、無限バルーンだ、いけいけいけ、頼む頼む頼む、バルーンお前信じてる俺は。落とせ落とせ、ナイス、よく落とした。やばい、え、うわー、ガチか、これ。マジか、マジか、マジかよ。あー、強すぎだろ。マジ強すぎんだろ、このデッキ。くっそ、マジか。え、超良かったのに、立ち回り。やばいって、こんなのもう、ヒート。ガチ強いな、このデッキ。いやー。いやー、まあ、てな感じでね。まあ、今日は疲れたですね。はい。ありがとうございました。まあ、13勝、うん、こっから頑張りたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。